書院作りの流れを組む武家屋敷風の玄関。日本家屋の玄関。明治時代の撮影。玄関で客人を迎える。作法玄関で客人を見送る。作法玄関とは、建物の主要な出入り口、また出入り口の部分に設けられた空間である。ただし本来、中国の道教、禅と訳す、と訳したともされるなどの用語で、玄関とは、玄妙の道に入る関門ことである。 日本では、禅寺の法上に設けられる入り口や書院づくりで、邸宅への正式の出入り口に設けられる部屋や、建物を指し、また、江戸時代には式台を構えている出入り口を、玄関と称した。明治時代以降は形式を問わず、住居、公共建築の出入り口を指す概念となっている。日本の玄関は通常、靴を履いて歩く部分と、靴を脱いで上がる部分に分かれ、 段差が設けられている。この段差は土ぼこりが部屋に入らないためにあるが、段差があった方が座って靴を履きやすい。稀に日本でも段差がない玄関もあるが、この場合、土足の部分はタイル張り、コンクリートや大理石など脱いで上がる部分はフローリングやカーペットになっているなど材質が異なり、境界線がある。玄関の土間は叩きと呼ばれることもあるが、本来叩きは、 土間に使われている材質のことを指すことは、玄関が独立した部屋になっていない場合も多い。廊下とつながっていたり、ワンルームなどの狭い間取りでは、土間から上がると、すぐ台所やリビングなど居住スペースになっていることもあり、このような家で玄関というと、土間の部分のみを指す。玄関には通常、靴を収納するために、靴箱が設置される。靴箱は、下駄箱。 シューズボックスなどの故障もある。平成以降に建てられた家の玄関には、備え付けの靴箱がある場合が多いが、備え付けの靴箱がない家や、靴が多くて、備え付けの靴箱だけでは足りない場合のために、末置き型の靴箱も販売されている。玄関には、靴箱と同じく傘立ても設置されることが多い。アパートやマンションでは廊下など、共用部に私物を置けないので、傘立ては、 必然的に玄関の中に設置されるが、一軒家では、ドアを開けた玄関の外すぐに設置されることもある。その他、玄関に設置されるものとして、靴についた泥を落とすための玄関マット、スリッパを室内で履く過程では、スリッパだけも設置される。玄関で最も行われることは、住人が靴を脱いだり履いたりすることであるが、もう一つ玄関で行われることは、 短時間の用事の来客の応対である。宅配の受け取りなどがその代表である。短時間の用件の来客は室内に招かず玄関で用件を済ませることが多い。短時間の来客の応対をする部屋というのも玄関の重要な役割である。たとえ短時間とはいえ、玄関は来客を迎える家の顔とも言える存在なので、インテリアにこだわったり、花や置物、 鏡などを飾る過程もある。風水においても玄関は重視される。玄関からつながる廊下やリビングとの間にドアがない家では来客から部屋の中が見えないようにのれんが掲げられることもある。ただしビーズ素材など目隠しとしての機能がないのれんがインテリア要素として掲げられることもある。現代の家の玄関。靴を脱いだり履いたりする土間がある日本では 家屋の玄関ではほぼ必ず靴を脱ぐ。現代、中国や欧米では脱がない習慣がある。しかし、中国や欧米でも、それぞれの家庭によっては脱ぐ場合もある。カナダでは、多くの家庭で靴を脱ぐ習慣がある。ただし、靴を脱ぐ場所は家庭ごとによって異なり、日本の玄関のような特定の空間はない。カナダでは主に玄関ドア付近や廊下などで靴を脱ぐ。また、 古代中国、東アジア、東南アジア、トルコなど広い地域では玄関で靴を脱ぐ習慣があり、日本だけの文化だと思われることも多いが、玄関で靴を脱ぐことを習慣とする文化は少なくない。一部のアメリカの郊外家屋では、マットルームと呼ばれるジャケットや靴を脱ぐ空間がある。通常、日本家屋の玄関には段差が作られている。この段差が、 身体障害者や身体能力の衰えた高齢者にとっての障壁となる場合もある。車椅子を使用している者が入居する過程では、玄関ドマに車椅子が完全に入るのに十分な空間を確保することが望ましい。スロープを設置するとなお良い。近年では、高齢者や車椅子使用の身体障害者が入居することが前提の建物では、玄関に段差を設けず、 材質が異なり、境界線があるだけのバリアフリーな玄関も普及している。ありがとうございます。